皆さんの若さに飾られてるというか、割り込んでるけど、あ、皆さん大丈夫ですか。ちょっとあの一応サンプルしきたりでは私が MC してから始めるということで申し訳ありません。すみません、しきたりがわかんない。はい、あのね、安倍さんには何度もちょっと来てもらったんですけども申し訳ありませんが、次はですね、地元ここあの柴田で4区になるんですけどもね、4区の、まあ、住民の方々がほとんどになりますが、それで形成されてます、あのビートルズを歌う会のメンバーでほとんど形成されてるんですよね。はい、その名前、皆様、あの G さんだから GG ということでよろしいでしょうか。はい、はい、じゃあ、GG の皆さんになります。よろしくお願いします。はい、じゃせっかくだから。先ほどまですごい熱いサウンドだったんですけど、ご紹介の通りもう60数年生きてますけど、このメンバー平均年齢がちょうど65ということで、44さんが今45のはずなんで20歳年上ということで、いつもリスナーの気持ちでいるんですけど、今日はちょっとあの忘年会だということで参加させていただきました。本当にあの、今日はあのトッピングで曲はゆるい曲っていうよりも時代性を背景した曲で、そうですね、全世界で1200万枚売ったという、次の曲は、私の青空、さっき青空という曲がありましたけど全然違いますので1200万枚売ったそうです。本当に1927年というと僕らも生まれてないんですけど、こういう曲が全世界で1200万枚のレコードだったということなんで、今の曲、スコットランドビデオ、あ、そうなんです。それをエノケンさんが歌ったエノケン、ご存知ですか。
ご存知の方はいらっしゃらないという、そのぐらい僕らはもう立った皆さんと20年か30年違うだけなんですけど、音楽事情も変わっていて、青空っていうのはこの頃は家だったんですね、ホームということで、理屈はいいんで、それではまた1927年から今日は音楽史を入れたいと思うんですけど、カントリーミュージックとかロックとか中途半端な時代、それがリズム&ブルースとかのところで、すごいヒットしたフランスのシャンソンのナンバーから、今流行っているレッド・イット・ゴー、その前のレッド・イット・ビー、その前はこの歌がレッド・イットで流行ってました、それではいいですか、よろしいですか、レッド・イット・ビー・ミー、エバリーブラザーズが、シャンソンをカバーして全世界でこれで、ということで、1480万枚って書いてありますね、売ったという曲でございます。まあ、皆さんはもう耳なじみではないかもわかんないですけども、そんな曲が世の中で流行ってたということですね、それでは、これもまた古い曲です。作った方も、歌った方も、それから題材になった人もみんな一番新しくして15年前に亡くなっておるという歌です。これは昭和の、フォークソングかロックかなんかわけわかんない時代ですね、すごいジャズ歌手で小倉のアイドルだったのは、安田美奈美さんというジャズ歌手がおったんですけども、その方のことを歌った曲で、曲は皆さんご存知だと思います。今も売れてますから、矢沢永吉っていう方に、曲を提供し続けた初期の頃の、作詞家であり作曲家である西岡恭三さんという方、
この方は奥さんの介護疲れで、今我々の人生でございますんで、ちょうど遭遇している時代ですのでね、思い出しながらこれを歌わせていただきたいと思います。One, two, three, four. これでも終わりだね。え？なんで？
が怪しい。じゃあどうもありがとうございます。じゃあ最後アルコールがあるんで、これでね、あったときに来て、皆さんに歌っていただき、この歌もですね、理屈込んでると、もう何年も前に原田芳雄さんっていう、歌手、演劇人がいたんですけど、彼の、歌って、持ち歌で、皆さんと共通する歌で、Only My Love っていう歌です。Only My Song。ソング、ソング。ラブは俺はね、ラブちゃんに、Only My Song を歌っていただきます。それでは渋い歌です。Thank you.
ゼロゼロゼロ、これで歌終わりたいと思いますんで、歌ありがとうございます。ありがとうございます。よかった。それでは、アンコールで最後、じゃあクロージングテーマいつもやりましょう。いいですか？時間大丈夫です。待ってが余ったんです。ワン、ツー、スリー、フォー。ワン、ツー、スリー、フォありがとうございました。楽しく遊ばせていただきました。